ご視聴ありがとうございます。リオンちゃんで今日の動画は11月のドラッグストア購入品ということでやっていきたいと思います。なんかさ、前髪切りすぎたんだよね。っていうかここがね、なんかちょここまで前髪にしようと思ってるから、後でちょん切るんですけど、ちょっとね、切りすぎました。そう、ドラッグストアじゃなくて、地雷さんメイクを撮ったんですけど、なんかさ、多分40分以上超えるとなんか静止動画になっちゃうんだよね。っていうことに気がついたので、もうちょっとね、撮り直しというか、なんか、そう、メイクがちょっと失敗したんだよね。なんかさ、写真ではさ、こう遠くから見るとなんかそれ夫婦メイクみたいな感じで、なんか目がもうちょっと地雷さん寄りじゃなかったなと思ったので、もっとね、地雷さん寄りに近づけるように撮り直そうと思ったし、ジェルライナー、ペンシルのジェルライナーとかちょっともうちょっと欲しいやつがあったので、もっとね、なんかもっと強化した地雷さんになりたいなと思いました。最近ね、なんか、1個前の購入品でご紹介した美容液、夜だけね、とりあえずつけてて、で、もしかするとお金足んないかもしんないなと思って、そう、と思って買わなかった、おすすめされた魔女魔女の美容液をね、来月買ってみようかなって思いました。とりあえず今んところは、まあ夜だけなんですけど、とりあえずまつげに塗ったくっております。で、ご紹介したいと思います。なんか今日二重顎っつうかさ、顔のでかさが極まってるよね。髪の毛さ、ちょっとさ、三つ編みみたいな感じにしてみたんだけど、なんか今日顔のデカさが、ここがないから余計なんか地雷さんみたいな、なんか顔がでかく感撮った順からご紹介したいと思います。まず手袋からいこうか。2個買いました。脱ぎはぎ、暮らしリズムの脱ぎはぎ、脱ぎ、はめしやすいビニール手袋。ちょっと S サイズを2個買いました。これはいつ使うかっていうと、本当は来年の1月の時に、まあ仕事で使うんですけど、そう、これどっちかっつうとメインより、メインじゃないんですけど、それ用に手袋買いました。あとは来月買おうと思ってたんですけど、意外とその2個目のツルハドラッグで5000円ぐらい余ってて、もう1個の方でそのまつげ美容液買おうと思ったんですけど、そもそもそこに魔女魔女自体売ってなくて、いや、1個目んとこも別にあるわけじゃなかったんだけど、美容液だけ売ってて、もしかするとな、お金足んないかもしんないなと思って諦めたので、買わなかったんですけど、手袋。お茶。お茶ですね。あとなんか食べたことないなと思ったので、私カップヌードルといえば、こう定番味のシーフード味か、まれにカレーを食べることがあっても、なんか大体カップヌードル食べるときってノーマル味しか食べないような気がして、たまたまなんかセール品コーナーにあった味噌味を買ってみました。でしょ？あと、今使ってるやつ、
で次であの夏バージョンが終わるので、その次の詰め替えは冬バージョンの同じハミングの青いタイプだった気がするんですけど、フレアフレグランスの私だけ発色、広がりすぎず私を包み込む香り、リッチフローラルな香りのやつと、ソフランプレミアム消臭ゼロ、つうかどっちかっつうと夏向きのを買ってしまったかな。ちょっと私は冬はちょっと香り重視というか、こう夏はどっちかっつうと消臭ゼロみたいなレノアスポーツ系みたいなやつを使うんですけど、今はどっちかっつうとフレアフレグランスとか、あとレノアハピネスとか、そっちの結構香りが香る感じの方を使っているので、どっちかっつうと消臭ゼロっつうとなんかゼロイコール夏っぽいやつだなと思って、安かったので買ったんですけど、どっちかっつうと夏向きを買ってしまう。よいしょ。あと安、まあ300円だったので、アタックゼロの抗菌 EX 部屋干し用、こう、そう、私こういうのこだわりなくて、安いやつをこの1キロタイプを毎回買っております。そうっていうか、私のやつが1000入るやつなので、そうだから、そうこういうのこだわりないので、なんかこういうタイプをこうぐなんか安いやつをぐるぐるしてるっていう感じで、そのアタックとかいろいろバイオサイエンスとか、あとビーズとか、ボールドはこう柔軟剤入ってるやつ、ボールドだけは毛布とか、あの拭き取りパッド洗う専用にしたいので、ボールドだけは買わないんですけど、こういうやつを買っております。でしょ、あ、詰め替え、はい、ん、差し込みが悪いのか、なんかで、次毎日パッドでしょ、あとソフィーかな、ソフィーのやつでしょ、あと初めてかな、なんかピアス引っかかんだけど、多分初めてかもしんない、マルリアンの海苔明太ふりかけを買ってみました。基本これ海苔の玉しか買わないんですけど、美味しいか分かんないけど買ってみました。私あの旅行の時にたまたまバリ系のお菓子と思ってハッピーターンか、まあ買ったんです。そうしたらハッピーターンにハマって、とハッピーターンを買いました。そうハッピーターン、お菓子はハッピーターンぐらいかな、ハッピーターンでしょ、あとわさび、今使ってるやつがなくなるとわさびがないので、ハウスのわさび、これは来年の8月なんでしょ、あとあれ、燃えるゴミ袋と燃えない袋を買いました。まあ燃えない袋に関しては燃えない袋は、
まあ安かったし、まあ燃える袋からすると減りは悪いんですよ。燃えない袋ってイコール私缶袋にしか使ってないので、一応ね安いうちに買っとこうと思って一つだけ燃えるゴミ袋、燃えないゴミ袋と燃えるゴミ、そう私はさ燃える袋はでっかいあの段ボールの上にこうピラピラっていう感じで引き出すタイプがいいので、このロール型が一番使いやすいんですよね私的に。あと美容系さん行こうか。あとねあの食べちゃったやつはと冷蔵庫に入ったやつはパスコのアン&ホイップドーナツとソーセージと山崎の中身たっぷり四角いパン粒&ホイップで、今回のツルハドラッグは7603円を使いました。美容系さん行こうか。美容系さん、あとこれでしょ。まずは美容系ではないけど普通にハーブブラシでしょ。あとハンドクリーム、私さ今このけいつだ、いやこれ 2,3 年は経ってんだよ。これいつ買ったんだったっけかな、でも2年ぐらいは経ってんだけどさ、私さこ何でもそうなんだけどあんまり習慣がないからさ、こう気がついた隙に塗ったくってんだけど家でね、そうだだからさでっかいのもいらないなと思ったので、ちょっとねローズの香りするんですけど、そう早く使い切りたいのにさ習慣がないから持ち歩かないんだよね。そうマッサージパウダー配合オレンジ色の粒入り薬用ハンドクリームモアディップ角層まで潤い、資生堂のやつなのかな、キシリトール保湿効果とビタミン E 肌荒れ防止、赤いやつこれですね。なんかさこんぐらいの方がすぐ、まあすぐではないけどなんか使い切りも早いのかなと思ってこのミニサイズを買ってみました。次完全にストックなんですけど鹿のやつを初めて買ってみたんですけど PS 鹿洗顔フォーム保湿成分ツボクサエキス配合のやつで、保湿成分ツボクサエキス配合で潤いキープ、油分汚れくすみをすっきり落とし、クリアでハトムギ化粧水、ハトムギ入ってるんですね。今使ってるやつがなくなっちゃうとお風呂場で使うやつがなかったのでストックでしょ。これ今あのイチコムプレミアムのあのギンギンのタイプ使い始めたんですけど、そうイチカミ保湿濃密ダブル保湿ケアトリートメント、特に痛みが気になる髪にっていうやつで、たまたまインスタグラムを見ていた時になんかこういうやつも使った方がいいって書かれていたのを見て買いました。そうなんかさジャータイプよりこういうねこうあの一時期フィーノを使ってた時になんか使いづらいなって思ってたんですよ。ならねこういうやつこういうねなんか
一髪の匂いが一髪しが一髪っぽい。今使ってるようなあれは桜っぽい匂いだから若干違うかもしれないんだけどさ、でも似たような匂いしてるということで買いました。今日からね使いたいと思います。そう、使わずにね待ってたのよ。紹介してから使おうと。だってさ、私さ多分絶対さ他の YouTuber さんみたいにシャンプーとかご紹介するわけじゃないから、使う前じゃないとさ紹介するのも忘れると思って今日から使いたいと思います。今セザンヌの新しい極細ライナーを使っていて、そのストックで買いました。今回は微整理性カラーインパクトのリキッドライナーの BR340 番、目尻までブレずに描きやすい美色発色リキッドアイライナーの茶色と、同じ微整理性カラーインパクトリキッドライナーのブラック1番001番を買いました。私ね今回セザンヌを間違って買ったの。 この微整と同じように私は黒と茶色しか買わないの。なのにさ今回さセザンヌ茶色とブラウンブラックみたいなさ、私はさ失敗したの。そう失敗したの。そうだからさとりあえずいつ交換するか。いつもはアイライナーって5ヶ月使ってバイバイすることにしてんだけど、どうすかなって思って、とりあえずね今のところか最後が来年の2月から使い始めるんですけど、同じね微整理性のインスタントアイブロウカラー BR4 番の茶色ですね。ナチュラルブラウン、やや暗めの髪色にっていうやつで、一塗りでカラーリングしたような眉を叶える美髪発色アイブロウマスカラ、ふんわり自然な仕上がりで1日持続します。美容液成分保湿ヒアルロン酸ミネラルオイルソフトキープこのやつで、そう今セザンヌのやつを使っているんですけど、そう次がこれの次がインテグレートのカラーなんちゃらっていう、私はねこう値段通りに微整が終わると確かケイトのおなじみ 3D なんちゃらっていうやつ、こんな感じかな。あと何かを言おうとして忘れた。何を今言おうとしてたんだったっけかな。何かを言おうとして、何かを今言おうとしたのに忘れた。何を言おうと思ったんだったっけかな。全く思い出せないや。今何、これすぐ使うから、こっちの方に入れとくか。アイライン今私何を言おうとしたんだったっけかな。
あ、そうそうそう、私あの今年というか来年の誕生日に向けてバッグを1個買いました。いや、こんな話ばっ、確かにこの話もしようと思ってる。そう、本当はお店で買おうと思ってたんですけど、たまたまなんかメルカリさんをたまたま見てた時にそのバッグを見つけて、そのバッグのメーカーさん見つけて、なんかないかなと思って見てたら、なんか私が欲しそうなサイズ感そうなバッグがあったので、それを買いました。新品未使用で、なんか値札みたいなのがついてるっていう感じのバッグを買いました。そうだから仙台、三井アウトレットモールに行かなくて良くなったから、そうだから、どうしようかなみたいな。で、映画も一本気になるやつがあって、あの今 BS で再放送してるんですけど、転生したらスライムだった件が確か11月だか12月にエアリでやるっつってたから、それを見てもいいしとか、いろいろ考えてたりして、今ごちゃ、いや休みは取ったん、休みはねもう申請したんでって大丈夫なんですけど、そうまだ早いのに、あの別に近くなったわけでもないのに、そんなことを考えてたり。でもこんな話をする話じゃなかった気がするんだけど、何の話をするかつらを忘れたので。あ、そうそうそう、私いつだかん時礼服を買ったって多分言ったかな、言ったような気がして、日戦さんで日戦したんですよ。でもそのワンサイズ 6L サイズを買ったもののでかいんですね、 6L だから、ガホガホでベルト入ればよかったんですけど、ズボンベルト穴がなかったので、どうすっかな、買い直すっつっても1万5、6000円するので礼服、島村さんで入れば980円なんですけど、ちょっと島村さんだとサイズがなかったので、ズボン、まあ上はさガホガホだけど、まあ下がったりはしないからと思って、ズボンだけね島村さんで買ったんですよ。別になんか今すぐお葬式に行くっていうわけでもない、なんか気になってふと、すぐね、すぐにお葬式があるっていう話ではなく、お葬式ってさ突然来るじゃん、結婚式と違って。だからさ、いつでもお葬式行けるように準備しとかなきゃなと思って、ズボンだけ似たようなやつを買ったんですよ。まあ 4L なんですけど、ズボン、そうこれもベルトが使えないので、まあゴムだし伸びるかなって思って買いました。そう、意外と日戦さんでなんか礼服のズボンだけって売ってなくて、礼服つうかフォーマルのとこになくて、楽に美しくミラクルスタイル見せるパンツで買いました。そう、あのさ礼服ってさどうしてもワンピース多くない？多いんすよ。そう、どのサイトさんでも礼服イコール女、あのワンピース多くて、ズボン、
ズボンよりワンピースが多くて、そうワンピース多いんですよ。あ、いや私も最初に買った礼服ってワンピースなんですけど、ついつい私さ、いつもの癖でさ、足開いちゃうしさ、ちょっとね、あの26号だったのかな、あの礼服ちょっとパツパツになってきて、買った時20の前半の頃だったんで、まあ今と大してまあか体重的には変わんないんですけど、肉のつき方が変わってきたのか、パツパツになってきて、でお葬式がなんかこう2年続きで、こう前の年に1回、次の年2回会った時に、あれ服ズボンの方がいいなと思って、で今回 6L のやつを買ったものの、こうベルトが入るズボンじゃなかったからさ、ゆるゆるだしさ、私もその時交換してもらえばよかったんだけどさ、大丈夫かなと思ってさ、しなかったのは失敗だった。そう、その時だったらさ交換できたんだけどさ、今更になってさ引きずるよなと思って、まあさ、私服体に合わせると、まあ腕の長さが短いから、まあまあまあここら辺はさまぐればいいけどさ、ズボンはどうにもなんないよなと思って、今回しまむらとか日清さんとか、まあいろんな楽天さんとかでズボン探したけど、なんか値段がねちょっとねお高めが多くて、でなんかしまむらに行けばなんかあんじゃないかなと思ってコーナー行ったんだけど、サイズがなくて、サイズが LL とか L とか M とかで、たまたまなんかぽっちゃりさんコーナーでなんかそれっぽい素材そうなやつを見つけたので今回買ってみたんですけど、ほんとさ礼服ってさいつ着るかわかんないからさ、そう結婚式はさ、まあ準備期間があるわけじゃん。なのでまあ結婚式はさ、まあネットで買うにしてもさ、こうその場でお店で買うにしてもさ、余裕を持って準備できるけど、礼服ってもうさってばさの話だからさ、と思うと日頃からの準備ですね、服とか、あとズックとか、あとネックレースとかおじゅずとか、そうおじゅずのちょっとそのうちちょっとお高めなおじゅずを買おうかなと思いました。おじゅずのなんかボンコみたいな紐のところがなんか3000円ぐらいの昔2000のなんかバラエティコーナーみたいなので買って、ちょっとねなんか保存が悪かあちゃこちゃになってるので、ちょっと総裁上さんとかで売ってる、まあ1万円未満とか、まあでも意外と高いんだよね、ああいうとこで買うと1万安くても5000円とか、高いとめっちゃ高いので、そのうちちょっとおじゅず様をねちょっと新しくしようかなと思いました。そうピアスもさなかなか、でも今はさセットであるからなんか安くてさ、こうネックレスとイヤリングかピアス1万円ぐらいのあるから、そういうのとか準備しておいた方がいいと思ったし、あと結婚式は白で、なんか今昔は別にお葬式でも白っぽいやつ良かったんだけどさ、今はさ結婚式は白、なんか結婚お葬式はネズミ色とか黒とか、あネズミっぽいやつ
そう、急遽なんか言われてさ、私もさ、今までお葬式白のネックレス、白のピアスで行ってたんだけどさ、そうだからさ、急遽さ、なんかそう、ネックレスは島村で、そうで、一個はピアスなんかやつ買ったんだけど、なんかな、やっぱこういうさ、こういうやつに慣れてっとさ、その1000円くらいしたのかな、その時適当に買ったピアス、なんかなと思って、後日楽天でこういうね、こういうタイプをまあ安くね楽天できたのでよかったんですけど、そういうね、こう後ズックとかさ、私は思った、パンプスさよく履かない、は、うん、こうさ履くときって基本私サンダル行動だからさ、そうだからこう何、紐付きの方が、そう、紐がないとさカパカパしちゃうんだよね靴、だから紐付きのパンプス、そうよ、私はね、まあこれ足の個人差があるから一概に、私はこう紐付きというかストッパー止めがある靴がいいなって思っただけで、まあここはね、私みたいにこうストッパーみたいなやつがあった方がいいっていう人もいれば、なくても大丈夫っていう足の方もいるから、ここは個人差なんだけどっていう感じで最近思いました。そう、そう、ほんとさ、結婚式にしてもさ、日銭さんでさ見てたんだけどさ、高いやつ高いね、2万ぐらいするやつあったもん、うん、そう、安くても9000、まあまあピーマン切りもあるけど、一番高いやつだと2万、礼服にしてもさ、結婚式のワンピースに2万ぐらいするわと思ってさ、っていう感じ、特にない、脱線もしたんですけど、という感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。